ユース好評配信中。ああ時を超える魔法が使えたなら。理由はディレクターが、俺はこっち言ってない、はい、ディレクターが間違えてこっちだ、はい、いやそういう時こっちが正解やったらすんねん。まあね、連れて行かれることなんで、そんなことは。おお、まあ、25。いやこれ、まあ、多分ほな天国やったんやろうけど、ふざけんなよ、もうもったいないな。それやとしたら俺ハマりすぎちゃう、2回連続で。それと次回必死のパッチの収録日が決定いたしました。11月20日の日曜日、いつも通り気候のキセル管理支店さんにて開店から収録させていただきます。それに際しまして、1週間前の11月13日日曜日0時に僕のブログにて小説を配信させていただきます。僕のギャランティーを決める小説になっておりますので、皆様どしどしコメントの方よろしくお願いいたします。それプラス収録当日は皆様ぜひね、お時間を作りになって遊びに来て僕と握手してください。それも僕のギャラになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。必死のパッチをいつも見てくれてるみんな、そして遊びに来て握手してくれるみんな、みんな愛してるぜ、大好きだぜ、 I love you boy。 必死のパッチセカンド。あ、やっぱ今日これ触ってったらええねん。そういうことですか。指紋認証みたいなのついてんじゃん。ついてるか。俺がこうやった時ピピピって中でついてるか。機械が藤田っつって。ついてへんわ。藤田が来た、藤田が来た。朝はとりあえず、はいはいはい、絶対対策してはる。なるほどなるほど。見た感じ転生も朝一当たってる感じの台が複数台あるから、多分1回転2回転回したのちゃいますかね。その上でやっぱり朝一番おいしい台って言ったら今原稿はやっぱ置き時やと思いますんで、そこにね突っ込んでいく私留吉。留さん、留さん、ええことみたいに言ってますけどめっちゃ不安そうでしたけどね。ちゃうで、全部あの2回転であのフリーズさせた人が悪いんだ。そんな関係ない。じゃあ俺の、それはその方の力というか、じゃあ立派じゃないですか、すごかった。俺の心が完全に揺さぶられたから。そうなんですね。はい、というわけで、行きましたね。じゃあ行きましょう。叩きたい、いいです、大丈夫です。お、特殊エント、これの意味するところは、忘れました。あ、天国やったよとかそんなんかな。いや、その1ゲーム例のこれ特殊エント、そうやっけ。特殊エントしたらビッグ確定。なんか今スペシャルテンパイオンしたで。ドキドキちゃうのこれ。使えへんかったからドキドキちゃうとかそんなんじゃなくて、え、なんかそんなんなかったっけ。ってことはや、そうっすね、あの作品ちょっとトメさんとの食い違いがありましたね。あの単純に俺はあのビッグスローテンペットのトメさんでビッグが確定っていうことで、でもまあその示唆の話で言うとあの天国ね。だから次回もスペシャルテンパイのティロリロリチンポコリンがなったから、ポリンって言わんでくださいさっきから言ってますけど、あのほんま下品だと思う。ほんま下品っすね。何が下品じゃないでしょ。いやいや、ティロリロリンでしょ。チンポコリンやから、そう、次32ゲーム以内確定ね。はいはいはい。どうやった。おー、すげー、2回連続。え、これつくの8分の1とかそんなん違ったっけ。ねえ、すげえね今日僕。どうしたんだよ。なんか最初ほんまに自信なさげの、うん、自信全くなかったね。なかったっすね、やっぱり。
嬉しいね、嬉しいね。なんかあ、なんか黒バラの人らなんかやっぱさ、スロット楽しがらはる理由わかるわ。あ、なんかこう自分の思い通りになってる感。そうですね、まあそれも踏まえて楽しさがあるっていうね。まあまあまあそうですね、はい。はい、じゃあ行きましょう。今514枚いきます。これは普通の通常音は鳴るかな。お、またよ、聞きましたか皆さん今、はい、また鳴りましたよ、はい、チンポコリエンなんてだから。もうそれええねん、何があかんねん、別にええやろ。はい、今回はかなちゃんランプは光らず、ただまたスペシャルテンパイ音が鳴ってたので、これも次も32ゲーム以内に当たります。731枚、もっとお待ちましょう。回転早い、2ゲームです。今のスペシャルテンパイ音ちゃうよね。ちゃいますね、多分。レギュラーボーナス、あ、終わったんですね。ずっとビッグやったからびっくりした、なんか花火みたいな感じかって思った。あ、ちょっと32ゲーム今回保証何もない。おい、喋ってた、喋らせてくれないですね。なんかもう、まあ、なかなか寝させてくれない女の子と一緒ですよ。素晴らしいです、もう本当に。はい、ビッグボーナスいただきます。ペロッといただいちゃいますよ。あざす。はい、ということで、今現在獲得枚数が1021枚と、32ゲームまた楽しみに打ちましょう。すごいですね、すごいですね、やっぱ沖縄の。まあ朝一ね、こうやって天国にぶっ刺さったら、こうやって出玉遊戯、まあ正直普通だったらもう書いてるところですけども、まあ必勝パッチのルール的にもこうやって1000枚いただけたっていうのはだいぶでかい。おお、光ってた。わざとらしかった。わざとらしかった。わざとらしないよ。わざとらしかった。ちゃうね。カメラにちょっと映るやん。ちゃうね。だから。そんなこと言うなよ。はい、ということで6ゲーム。晴天はなしと。はい、あざす。はい、ということで1243枚の獲得で8連目が終了と。ガンガンいっちゃおうぜ、ガンガン。小林さん、何ですか今の。なんかフラグが立ちましたね。わかる、俺もすげえそんな気がした。はい、なんかこういう気持ちがさ、はい、終わる気がせえへんわみたいになった時に終わらはるから、一旦俺ここで撫でとく。指紋認証もっぺんしとく。いや、ないってそんな。今また内部で藤田が売ってますって。だからそんなんないねん。プレイヤーカタ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 藤田っつって。あるかそんなもん。わあ、わかるわ。はいはい、あはい、やりましたチェリー、やりましたチェリー。あ、外、今日すげえな。はい、10ゲームまだまだビッグボーナス。たったフラグをへし折る、ね、素晴らしいことですよ、これって。そうですね、何も出てけなかったですね。なんか言おうとしたの分かりますけど。赤、左、右、
じゃあ言おうとしたけど、はい、またお前に怒られると思って言わへんかって。いや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 、そっちのせいです。ほんまなんて言おうと思ったか言ってほしい。はい。いや、たったもんを、はい、へし折ったまさに中折れスロットって言うと思ったんですよ。ほんまにゲスですね。なんなんすか中折れかなちゃんとか、なんかそういう風に言おうかなと思ったんやけど、ね、中折れかなちゃんとか、最低っすね。お前にまだ怒られると思って、いや、それは当たり前に言うのやめたんですよ。はい、俺じゃなくても怒ってます。やのにあなたなんかあれ言わへんの肩すかしみたいな。いやいやいや、なんか欲しかったじゃないですか。あの、うまいことじゃないじゃないですか。ただのゲスいことじゃないですか。まあ、しゃあない、昭和の男なんで、あの、昭和生まれの男全員こんな感じなんで。そんな偏見すぎるし、なわけないし。平成生まれの皆さん、あの、覚えておいてください。関係ないですよ。特に女性の方、関係ないですよ。昭和生まれの男がみんなこんな感じなんで、はい、どんな心身してはっても。トメさんは嘘ばっかつくから、ノミニケーションとかそんな感じの世代なんで。適当な、ほんま。フリーズは11連ちゃんか。あるで、フリーズ超え。フリーズ超えあるで。またフラグ立ってましたね。大丈夫、中折れやから。だから中折れええねん。中折れかなちゃんが好き。中折れかなちゃんとか、ほんまひどいっすね。ほんまに。いや、でも分からへんね。この子だって顔見したらへんやん。あー、はいはいはい、はい、いい体やし、おっぱいとかいいじゃないですか。で、この辺だけ見ててもめっちゃ可愛い感じするけど、でもこれ、こっから上ちょっとだけバッて伸ばして目がさ、ドラクエの踊る宝石みたいな目とかやったらさ、中折れかなちゃんやろそれ。ここで、こっから下だけやったらすげえあれやけど、もうそれは分からへん。顔見さはったことないんやから。確かに、それはそういう作りだからいいじゃないですか。そういう、あ、想像するっていう。でもこっから上行って踊る宝石みたいな目やったらちょっと中折れやろ。まあまあまあ、なんとも言えないですけど、だから分からへん。はい、はい、ということでね、ハートフルビッグ終わりましたよ、はい、1415回、はい、15枚で、今僕、9回目、9連目のあたりで、隣でフリーズがあった方がさっき2回連で11連で終わってたんですよ。はいはいはい、フリーズ声ありますよ、見といてください。もうでもマジでフラグうんぬんとかじゃなくて、はい、この勢いは止まらんわ。なるほどなるほど、まだフラグっぽいですけど。で、この32ゲーム間で、はい、この人がほんまにめっちゃ可愛い子なんか、はいはい、目が踊る宝石なんかも決する。だから目が踊る宝石って何なんだろう。分かるやろ、踊る宝石とか、はいはいはい、ドラクエ5の、まあまあ、あの似たって感じですよね。奴隷使いとか、あの、分かる、あの魔法使い的な、まあ、分かりますけど、それはもう魔物の目じゃないですか。あ、ちょっとやばい、15人だ、ちょっと指紋認証しておき指紋認証しておきます。すいません、はいはいはい、すいません、ちょっとほんまオカルトですね、そこは。気持ちの、はい、気持ちの問題なの。おー、中折れ確定。中折れ言うな。12ゲーム中折れ確定ですね、はい、ああ、失格。ちょっとマジすごいな。すごいですね。え、ドキドキいってるやろ、こんなん。おお、チェリーでストックしましたね、ラッキー。はい、ということで1613枚チェリーでストックした分いきます。何が起きとんねん。俺の右手で何が起きとんねん。スイカで行きました、ストック。
割とエグいよな。やばいっすね。フリーズを引っ張った人以上に連チャンしてしまいました。どうしよう。まあいいか、ね、出りゃええわ。はい、というわけで1824枚スイカでもストックしたんでいきましょう。これで2000枚到達ですね。2000枚ゲット、一撃、大したもんです。本当にオキドキの底力も、私とめきちの底力も素晴らしいことだと思いますよ。やっぱこの昨今のね、こう厳しいスロット以上で一撃2000枚いくっていうのはやっぱりね、プライスレスな出来事なんではないでしょうか。このまま3000枚4000枚伸び出てくれたらね、いいんですけど。はい、ということで2040枚ゲットということで、また32ゲーム間楽しみましょう。はい、10ゲームちょっと指紋認証しときましょうね。指紋認証何べんもやってね、指紋認証で打ってるのは藤田ですよ。藤田、あー終わりそう。そうとなるとチェリースイカ大サービスやったね。だってあれでは落ちひんやもんね。まあそうですね、落ちた後に 2個連続で、なんちゅうできた英語やん、ほんま。はい、次はラスト、残念。はい、ということで、まあちょっと一応もう一回出なきゃ回しておきましょうか。はい、はい、ついに終わっちゃいました。2000枚ぐらい、ちょっとね、まあこれ以上続けるのか、うん、どうかって言われたらね、それは朝一美味しいところだけと多分あれなんで、何も分からんので、ちょっと周り見に行きたいと思います。これ、点待ってる人も OK やね。え、点待ってたら OK やん、確か。やったやったー、ラッシュ、いただきラッシュ。俺たちは黒、私たちは白、私たちは青、私たちは緑、俺たちは黄色。